はい、しばらく作業を真面目に続けてたんですが、さすがにもう目が限界で頭が痛くなってきたので、ちょっと晩酌を間に挟みたいと思います。今日はね、9月9日朝陽の節句で、ね、菊酒を飲まないといけない日なので、こうしたら見えるのか、ちゃうな、こっちか、こんな感じ。はい、菊酒と、トロタクで、インドマグロのトロタクでいただきたいと思います。いい、よいしょ、いただきます。ね、節句の習いはちゃんとね、しとかんと。せっかく菊の葉、あの花びら入れたんやけど、入れたのが手元にあった菊水の純米酒やったので、すっかり菊水に味を持っていかれております。まあええねんけどね、あの縁起のもんなんで。トロタクもね、いいトロが見つかったんやけど、ちょっと筋が多そうやったので、そのまま食べるよりトロタクの方がいいかなと思ってしてみましたよ。ちょっとね、ここにわさびの前にこう七味振ってね、これで1個目はいただきたいと思います。あ、うまっ、トロ甘っ。もうね、ええわ、暑いしクーラーかける、うるさいけどごめんな。こうやってたくあんとね、一緒に食べるのはね、普通のマグロの赤身より中トロとかの方がいい気がするのよね。あの脂がしっかりある方が。今度はわさびでいこうか。わさびもでもね、こんだけ脂がしっかりしてると全然効かへんのじゃんかな、わさび自身が。ちょっと醤油つけてね。うん、わさびの風味はするけど、油のせいで全然辛くない。朝陽が分からん人のためにちょっと説明しとこうか。教えてウィキペディアさん、またなんか変なこと言うとね、ちゃんとウィキペディアに載ってんのかな。ウィキペディア載ってない。あ、あった。朝陽の節句、五節句の一つ、旧暦の節句なんやな。陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極みである九が重なる日であることから朝陽と呼ばれる。九九でね、ゾロ目で。奇数の重なる月日は月日は陽の気が強すぎるため不吉とされ、それを払う行事として節句が行われていたが、九は一桁の数のうち最大の陽であり、特に負担の大きい節句と考えられていた。なるほどね。後、
陽の重なりを吉祥とする考えに転じ祝い事となったものである意味がわからない。不吉とされていたものが後陽の重なりを吉祥とする考えに転じて、なんで転じたんや。はい。日本における朝陽、いつ頃からっていうのがなんかはっきりは分かってないな。平安時代から菊花酒を飲む風習がありって書いてるけど、なんか菊にちなんだ節句やっていうぐらいしかなんとなくしか分かってなかったでしょね、菊の節句、菊の節句って言うけど、ベトナムとかでも関係あるんやね。なんかね、別にサボってるわけじゃないんやけど、全然そのモチベーションが上がらんというか、なんかね、分かってん自分で、終わったこと、やっぱライブが好きみたいで、終わったことの記録をいじる作業っていうのがすごく苦手みたいです。50を超えてからそんなことに気づくのどうかと思うけど、多分ね、海苔全然足らへん。そうし、なんか作業の間にさ、こうやって晩酌したりとかさ、作業してるのに横のモニターでガーリーレコーズの呪術廻戦ネタの動画とか見て喜んだりとかしてしまうのにね、あれダメ。だから堀江みたいなタイプこそシェアワーキングのオフィスとか借りて、もう仕事しかできない状況にして仕事をした方が多分いいんやろうなと思う。まあそのね、ハード的にノートでできる作業じゃないので仕方がないんやけど、50過ぎてね、そんなこと言うのもなんかと思うけど、やっぱなんかケツ叩いてもらわんとね、そういう作業ができないよね。やったの？今やってる。はよやりなさいよ。やろうと思ってたって言いながらやらんと多分やれへんタイプのやと思う。もう大人としてクズですね。君の方がうまい気がするな。かけすぎた。こいつまた写真撮らんと食うとるわと思ったでしょ。ちゃんと今回はね撮ったんです。いい写真が撮れてる。またサムネ見てください。最近どうよ、この動画の、このチャンネルの動画の音声は。
ちょっとこうカメラの距離感変えた分、基本鼻マイクなんで、鼻マイクってそのカメラのね上にちょこんってついてる状態にしてるマイクにしたので、カメラの距離感が近くなったイコールマイクが近くなってるので、いらん音より声が入りやすくなったんちゃうかなと思って、やっぱね撮った後で何本いじったりとかしてもね、元音が良くないとあかんねんなと思って、このトロタクを軍艦にしてもうまい気がする。まあ軍艦やけど、こんなんご飯と一緒に食べたらうまいわな。しもたな、朝炊いたご飯ちょっと残しといてよかった。まだトロタクはこんなに残ってるのに、こういうのね、調整がねすごい不得意なんですよ。だからカレーとかももうでき売れば先に全部混ぜて食べたい派。あんまりね綺麗じゃないけど、だからインディアンカレーさんとかはご飯平盛りにして上に均等にルーかかってるやん。あれがねありがたいっす。片盛りにされるとどれぐらいこう混ぜていったら、ココイチとかはすごく苦手で、でどっちか言うとご飯がちで食べたい人なので、最終的にやっぱルーが残るのよね。あれそのご飯をさ選べるやん、その量を多め少なめ、300円の200円の選べるやんか。ルーもさちょっと少なめとかできへんのかねと思って、多分ご飯200にしたらルーもそれなりに減らしてはると思うのよ。だから200の時のルーの量でみたいな言い方してくれんのかね。一回今度言ってみようかな。ご飯は普通でいいんで、200ぐらい、200の時みたいなルーの量でお願いしていいですか言って。結構需要あると思うんだけどな。海苔足す。なんか飛んだ気がするけど、まあいいか。とりあえず4枚いこうか。4枚で足らんかな。でもこれ以上するとまた海苔が余りそうだね。もうほんまにこういう調整あかんねん。
ぱね、この間もちらっと言ってましたけど、この動画を自分がご飯を食べながら、もしくは晩酌をしながら、菊の花が落ちてた。晩酌をしながら、見てます。だから一緒にこう、ご飯なり晩酌なり、ね、一緒にしてる感じで見てますって言ってくれるね。人が、一人じゃなく複数にいたので、あ、そういう需要なんやなと思って。もう何をこぼそうが、口から何が出ようが、そのままお届けしております。もうほんまにね、あかんことを言った以外はそのまま流すことにしてますので、ほぼほぼノー編集です。うん、まだ本気までじゃないんですけどね、京都府って南北に長いじゃないの。で、京都の北の方、京都府の北の方にね、結構知り合いが今いて、向こうに住んでる人がおって、なのでちょっとね、京都の北の方で、まあ、出張的な感じで堀江亭を10月にやろうかなと思ってまして、今借りる場所のスケジュールを調整してもらってるんですが、で、実現したらいいね。京都の北の方とか、兵庫の北の方とかの人来てね。大体ね、京都で天神さんの近くでやってますって言うとね、わあ、そこまではちょっと無理やわ、近くでやってくれたらええのにって人いるんやけど、日の何曜日かっていうのもそうやけどさ、何々やったらいけるのにっていう人って、そうしても大体来てくれ。それはもう毎週カレー屋を1年間やってた週1でね、のでもう骨身にしみて分かってるんですけど、木曜日か、火曜日やったらいけたのにっていう人は大体ね、火曜日にしても来てくれない。そんなもんです。なので、まあ、お芝居なんかでね、何曜日にした方が人来るやろかとか、何曜日にせんと人来てくれへんやろかとか、あんまりね、深く考えずにね、自分たちが、やりやすいスケジュールでやらはったらよろしいよ、多分ね。そんなもんね、人に合わせてスケジュール立ててたらね、いつまで経ってもできん。で、半年ぐらいやった頃に思いました。この人らは、
リップサービスとして言ってくれてんのかなと。もしくはそんなことするわけないと思って、まあそう言うといたら気はええかなと思って言ってくれてんのかなっていう方向に考え方をシフトしました。すごいなこれ、水分が出てきたかなんだこれ、全部トロの油が溶けて、いやな、すごいなんかね、テカテカしてる、なんでやろなんて、すごいな、ええトロやったよねやっぱり。ね、なんかそのお客さん商売も難しいね。そのお客さんに合わせないとあかんのかなと思って一生懸命合わすんやけどね、まあお客さんはこっちのことなんか全然考えんとね、そうそうやん、来るか来へんか選ぶのはお客さんやし、そしなんやかんや気をもんでお客さんがいいようにと思ってやってもあかんときあかんので、別にもう合わせる必要ないっす。はい、ああうまかった、ギリギリ海苔4枚で使い切りました。最後はなんかすごい太巻きになってたけど、ちょっとまあこれをね飲み切ったら1時間ほど仮眠して、もらいもんのいいなんかホットアイマスクみたいなのがあるんでそれして、でなんでこれいちいち落ちるんやろ、今まあ8時20時ですけども、ちょっとびっくりしてん、ずっと詰めて作業しててさ、で中トロあったんで、あトロタクやなと思って、タコだけ買っていこうと思って買いにパッて出たら真っ暗けで、暗っと思って時間見たらもう7時になっててびっくりしました。集中してやってるとそんなもんですね。だから真面目にやってんのよ、ので真面目にやってる、堀江さんのモチベーションが上がるように、高評価、まあ高評価そんなに求めないけど、まあ一応見たでっていう目安で高評価と、まだしてもらってない人はチャンネル登録、まだね63と64の間を行ったり来たりしてるので65になったりするとちょっとね喜んだりすると思うので、とで、あれベルマークの通知設定もしてもらえると、堀江の晩酌動画が上がったな、ぼちぼち仕事終わらして晩酌しようかなっていう目安にもなると思うので、ねこの辺にある、違うこっちか、さっき逆言ってたな、この辺にあるどっちこれ、まあええわ、なんかこの辺にあるわ、ベルのマークがあるし、それ押しといてもらったら、はい、助かります、モチベーション上がります。ひいてはね他の仕事のモチベーションにも関わってくるのでよろしくお願いします。もうギリギリになってます。はい、じゃあね、バイバイ。
疲れたからか、よく回る気がする。まあ1時間とりあえず寝ます、ね、見つかります。